機械セクターのトップバッター。安川電機どうだったこんばんは。ふくりでふえるです。今回のテーマは安川電機過去最高益。気になる内容はぜひ最後まで見てください。目次です。1、安川電機の決算。2、機械業種の動向3、 今後どうなるまずは安川電機の決算から。機械業種の先行指標とも言える安川電機が決算を発表しました。今回発表された決算は24年2月期の決算。同時に今期25年2月期の業績予想も発表しています。安川電機の2020年コロナ後からの週足のチャートがこちら。 コロナショックを機に株価は1年間で大きく上がりました。その後、2021年から2023年後半まではじりじりと横ばいの展開が続き、日本株が盛り上がった2023年後半からは株価は高値を更新。しかしながらその後は中国の景況感の鈍化などを背景に、 安川電機の株価は再び下がるという状況になっていました。2024年に入ってからは少しずつその景況感が底打ちしたのではという思惑もあり、また日経平均株価も大きく上げてきたことから安川電機の株価も再び高値を目指しているというところです。安川電機は北九州に本社を置く大手メカトロニクスメーカーです。 主力製品の AC サーボモーター、インバータ、産業用ロボットはグローバルでも高いシェアを持っています。競争力もあり、AC サーボモーターは同社によると世界トップシェアということです。半導体製造装置に組み込むサーボモーターや産業用ロボットを手掛けており、3月期の製造業の業績を占う先行指標として注目度が高い企業です。では、 気になる決算の内容は安川電機が発表した24年2月期の決算注目点は今期2025年2月期の業績予想です純利益は前年に比べて7%増加の540億円2期ぶりに過去最高を更新する見込みとなっています工場などの自動化の需要は底堅がたく 主力の産業用ロボットが利益を押し上げそうです。安川電機はコロナ禍で業績が減収となった2021年2月期、大幅に減廃をしています。その後は配当も元の水準に戻し、2年連続で増配。前期24年2月期は、特に中国をはじめとする景況感への不透明感から、 配当は前年の23年と同額で据え置いていました。今期は前期比で4円増配し、年68円とします。このことも業績の上向きを感じます。2025年2月期、売上高に当たる売上収益は、前年と比べて1%増の5800億円。 営業利益は6%増の700億円を見込んでいます。通期の想定平均為替レートは1ドル145円。今期25年2月期の特徴としては営業利益6%増というところでしょうか。産業用ロボットが業績を牽引します。25年2月期のロボット事業の営業利益は 前の年に比べて19%伸びて300億円を計画。人手不足などから自動車向けなどを中心に自動化関連の引き合いが戻ると見られています。前期24年2月期までの安川電機は半導体の在庫型で製造装置に使うロボットや中国の景気減速で電気自動車向けのロボットの需要が低調でした。 では、続いて、機械業種の動向について。安川電機を見ると、やはり気になるのは中国の景況感です。3月31日に中国国家統計局が発表した24年3月の製造業購買担当者景気指数、通称 p m i は50.8と、前の月に比べて1.7ポイント高く、 6ヶ月ぶりに校長不調の境目である50を上回っています。中国の景気の減速懸念がやや和らいだと言えそうです。中国では2月中旬の春節、旧正月の休暇後に3月にかけて生産活動が正常化しました。中国当局による景気対策が効いてきた可能性もあります。一方で、 春節前の1月や2月に中国の経済活動が抑えられやすい反動で、3月は高めの数字が出やすいという面もあり、4月以降も改善基調が続くのかどうかは見てみないとわかりません。半導体需要の回復基調は見極めにくく、設備投資の減速など業績の下振れリスクは依然残っていると考えます。 サーボモーターなどのモーションコントロール事業は業績の下振れ懸念が残ったまま、下落していたメモリーなどの価格は底入れしたものの、上昇がどこまで持続するかはまだ見通しが立っていません。半導体の設備投資の需要回復は途上と言えます。というのも、部門営業利益は369億円と、前の期に比べて5%の減少を見込んでいるからです。 積み上がった受注算の消化もあり、6%の営業増益だった24年2月前期からの反動が出る形。安川電機はサーボモーターの受注算が減っており、受注の水準を維持できるかどうかが業績を左右することになりそうです。安川電機といえば、中国関連株として中国の動向が株価に影響しやすいものの、 実際の売上構成費としては、日本国内での売り上げも3割ほどを維持しています。国内企業の設備投資意欲の高まりも重要で、日銀が4月1日に発表した3月の日銀単価で、大企業、全産業の24年度の設備投資計画は、前の年に比べて4%の増加でした。事前の市場予想の中心値は2.9%増だったので、 これを上回る形となり、明るい材料と言えます。日銀短観や中国 BMI の指標などは、小川社長の自動車製造向けのロボットは得意先で投資が持続するというコメントとも合致します。ロボット部門とともにシステムエンジニアリング事業も好調。部門営業利益は56億円と、 前の期に比べて15%増える見通しとなっています。欧州では、採算の良くなかった子会社を売却し、収益が改善する見込みとなっています。では、今後どうなる安川電機のこれら業績予想からわかることとして、25年2月期の売上収益と営業利益はともに、 24年2月期の基礎計画と同じということです。現在の中期経営計画では26年2月期、つまり来期までに売上収益を6500億円、営業利益1000億円を目指しています。もし今期が計画通りであるならば、来期の1年間で売上収益を700億円、営業利益を300億円上乗せする必要が出てきます。 安川電機の小川社長は決算会見で2025年2月期の見通しは保守的で今後の見極めはもう少し時間がかかると説明しましたその上で24ヶ月間で経費や生産をコントロールするなどすれば中期経営計画の目標は間違いなく可能になるとも強調しています26年2月期までの中期経営計画の変更は 今のところ考えていない旨を示しています。ということで、ここまでをまとめると、安川電機の決算印象は三角。ニキぶりの最高益で、中国の景況感は底打ち感、また半導体も底打ち感があることはプラスです。ただし、発表された決算で今期の業績は保守的であること、半導体を中心に まだまだ不透明感が残っていることから決算印象は三角としました中国の動向は3ヶ月単位で急激に変わる可能性もあり次回3ヶ月後の25年2月期第1四半期決算でどのような数字が出てくるかまた注目が集まりそうですということで今回の動画は以上です高評価チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします 最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を